京福電気鉄道も、波線1型は、京福電気鉄道福井支社が、かつて所有していた電車。製造当初は、ホ出波線1型という、形式名だった。この項目では、1981年に、阪神5101系の車体と、モハ線1系の部品を組み合わせた、モハ線1 0 1系及び、越前鉄道継承後の MC1101 型についても解説する。 ホデハ系1 k 1 9 4 8年6月28日に発生した福井地震によって生じた車両不足を補うために製造された京福電気鉄道の自社発注車。私鉄郊外電車設計要項に基づき製造された名古屋鉄道3800系電車に類似した車体だが3800系と異なり車体の両端に運転台を有していた。 全長 17,800mm の車体は導入当時の京福電気鉄道では最も大型だったほか自動扉やリベットレス車体など製造当時の最新技術が多数導入された。前面には貫通扉を有していたが、ホロは設置されておらず営業運転時も車両間の行き来に用いられることはなかった。1949年7月に3両が製造され、 形式名がモハ10001型に変更されて、以降も主力として活躍していたが、老朽化が進んだことで1980年1月8日に、モハ10003が廃車された。残る2両についてもモハ10002が、翌1981年に事故により破損し、同年にモハ10001と共に廃車。台車、主電動機、主制御機、連結機はモハ1101が大継承された。 モハ1101系蒸気のモハ1001模波1002の部品と、ジェットカーの愛称で呼ばれていた阪神5101系の車体を組み合わせて製造された形式。名義上は1981年製の心臓車両扱いであった。元の車両は片側3扉であったが導入に先駆け、向こう側車両工業で中央扉が塞がれ、窓が設置されている。 導入当時の京福電気鉄道福祉車の路線は、単行運転が主体となっており、両運転台の阪神5101型は最適であったとされる。1988年にワンマン改造を受けた後、1998年には直流 1500V への昇圧に伴い廃車となった、豊橋鉄道1900軽電車の台車や冷房装置を用いた、 新生農家及び冷房化が実施された。以降も福井鉄道部の主力として活躍したが、モハ1 1一1は2000年12月17日に発生した京福電気鉄道越前本線列車衝突事故によって大破し、後日の越前鉄道へ受け継がれることなく廃車された。上記に続き2001年にも起きた、 列車衝突事故により列車運行が停止し2001年10月に廃止届が提出された福井鉄道部の路線は福井市や勝山市などが出資する第3セクター鉄道である越前鉄道へ継承され廃止された永平寺線を除き2003年7月19日から順次営業運転を再開したその際にも派1型についても決死名を MC1101 型と改め MC11002 のみが越前鉄道に継承されたが JR 東海から譲渡された MC7000 型への置き換えにより2014年10月26日をもって運行を終了した越前鉄道 MC1101 軽電車に関するカテゴリーありがとうございます。